皆さんこんにちは、まいのりです。今回はですね、打ち合いに関することでお話したいことがあって動画を撮ってるんですけど、まあ初心者向け動画になるのかな。打ち合いするときってとにかく有利な打ち合いがしたいと、いかに有利な打ち合いをするかっていうのがすごく大事だと思うんですけど、まあ、こういうね、特にシージだと5対5なの で死んだら終わり、ラウンド中死んだら終わりなので、その打ち合いっていうところで確実に勝つっていう、あの有利な打ち合いをするっていうことがすごく大事なゲームなので、まあ、他のゲームはもちろん有利な打ち合いっていうのは大事なんですけど、シージは特に重要だと思うので、有利な打ち合いをするために必要な、まあ、知識というか、これ知っておいてほしいなっていうことがあるので、それをお話ししていこうかなと思います。でそれ何かっていうと、あのピーカーズアドバンテージっていう言葉皆さん知ってますかね。僕もそんなFPS とかね、こういうことは詳しくないんですけど、まあ、飛び出し有利、シージで言うとロックして、まあ、定点でずっと覗きながら待ってる、というのが強いように思えて、意外とですねこっちから仕掛けに行く、こっちから覗き込みに行くっていうことが意外と有利だったりして、それをまあピーカーズアドバンテージっていうのが、まあ、シージもねもちろんオンラインゲームなんで、通信しながらねの試合になるんですけど、そうすると、まあ、通信とかラグとかそういうのの、まあ、詳しくないですけど関係で先に覗きに行った方が有利っていうのがあって、例えばまあ簡単にね説明すると、この後打ち合いをしてる実践というか、検証みたいな感じで動画撮ってるんで、それも見ながら、説明していきたいんですけど、簡単に最初で説明すると、例えばじゃあこういう壁があって、こうやってねずっと来るの待ってました、ロックしてました、強いように思いますよね。このシージでずっとロックで定点して顔出しに来た瞬間撃つっていうの強いように感じるんですけど、ただこのピーカーズアドバンテージっていうのがあるせいで、こっちから進んできた、こうやって覗きに例えば敵が来て撃たれたって言った時に、同時にねこうやって同時というか、まあここでロックしてる人、それからこっちから覗き込みに来た人ですね、で言うとその通信とかラグのせいでこっちから覗きに行った方が先に頭が見えちゃうっていう、そういうまあ特徴があって、オンラインゲームならではのね、それをうまく活かして打ち合いをすることで有利な打ち合いができますよっていうお話なんですけど、やっぱり初心者のうちって自分から打ち合いに行くのって怖いと思うんですよ。なのでまあ室内とかでこういうところでね、例えばこうやってずっと角待ちこういうふうに見たりこういうところでねずっとこうやって待ったりしちゃうわけじゃないですか、はい、まあ、もちろんこれが強い場合もあるんですけど、そのピーカーズアドバンテージっていうのを考えると、こうやって覗きずっとね覗いて定点してる人に対しては、逆にじゃあ自分が攻めていきますっていう時に、あの辺でね攻めていく時にこうやって見に行くと、先に見えるのはこっちの、覗きに行った方なんで、それをうまく利用して戦うことが必要なんですけど、まあ、シージには決め打ちとか、まあ、ドローンっていうのがあるんで、ドローンでね、ああずっとロックしてるなーって思った時に、うわーロックしてるわ、ちょっと行きたくないな自分からっていう、ちょっと恐れる気持ちはわかるんですけど、ただそういう時に、一つ考えてほしいのが、向こうはずっと定点動いてないっていうことは、こっちのが先に、見える、頭が見えるっていうことを考えると、こっちから仕掛けに行くことも、有利な打ち合いになったりするんで、まあ、そういうことを、理解してもらって、これからの打ち合いというか打ち合い強化にねつなげてほしいなと思って、お話してます。この後ちょっと、実際に打ち合ってる、まあ、打ち合ってるというか、はい、実践というか試しでやってみてる動画あるんで、それ見ながら、お話していきます。そちらの動画どうぞ。はい、というわけでちょっと見ていくんですけど、まず自分がね手前にいて、ここから攻めていくんですけど、今このピアノの部屋の右側、こっちに敵がいるということで、まあ今配置して、立ってもらってて、でその人にはずっとこっちをロックしてもらってます。はい、ロック、まあ、あくまでも相手はロックしてる、これピーカーズアドバンテージということで、相手が覗き込みに来たら相手の方がアドバンテージあるんで、それはダメなんで、相手はもうずっとロックしてるって状態で、こっちから覗き込みに行く、打ち合いに行くっていうような、流れですね。はい、そういう場合にどういうことが起こるかっていうのを見ていきますか。はい、こんな感じで今ね、そこまでエイムは良くないんですよ。で、自分の体も結構さらけ出してるじゃないですか、この壁からね。こっちにある壁より自分はもっと体全体を出しちゃってるけど、それでも簡単に打ち勝てるっていうのが、
まあこの後ねちょっと違う場面で相手視点もお見せするのでそれで分かりやすいと思うんですけど、ここですね、ここで自分は見えてるんですけど、おそらく相手はまだちょっと見えたかなぐらいだと思うんですよ。でまだ打ってこないですね相手も。でこっち先に打ち始めて今ちょうど相手も打ってきたと。で打った頃にはもう右側ですよね相手の球って。まあこのエイム力とかもあると思いますけど、こういう風に結構ね先に覗きに行った方が時間に余裕があるというか、先に見える分打ち合いが有利ということで、こういう場面って結構よくあると思うんで、まあまあこっから覗きに行く。はい、でじゃあ今度逆の視点見ていきましょうか。はい、ちょっと場所変えてるんですけど、これの方が分かりやすいと思うんで見てもらいますね。はい、あ、これ状況としては僕はこの手前でずっとロックしてる状態で、相手が打ち合いに来るっていうような状態ですね。相手が覗き込みに来るっていうような感じです。で今のね、もう打ち勝てそうにもないですよね。はい、勝てる。相手して見ていきましょうか。無理なんだよ、その見えた瞬間に映ってる。ここまで進まれる。はい、相手の視点ではある程度ここまで進まれる。そんなになんか自分がね有利っていうような感じはしないと思うんですけど、普通に見に行って相手打ったっていうぐらいの感じなんですけど。こっちの視点で見るとどんだけ速い反射神経でも、うん、やっぱり打ち勝てそうにないですよね。このちょっとした差なんですけど、これがかなり有利な打ち合いにつながるので、それをちょっと、理解しておいてほしいなと思います。この後ねもう一つちょっとこれね個人的にすごいなんか、あ、そういうことよくあるっていうような状況、これですね。こういう風に窓の外とかを見ることありますよね。ロックというか来るだろうなっていうことで、そうなった時に相手がピーク、エイムした状態でピークしてくるとほぼほぼ勝てません。どういうことかっていうのはこの動画見ればわかると思うんですけど、スタート。一見ねロックっていうのは強そう、これは勝てるでしょと思いがちなんですけど、ロックがどんだけ弱いかっていうことなんですけど、これね打ち勝てないですねやっぱり。ただ相手視点だと見えた瞬間ただ打つっていうのは決め打ちでもないです。これもはい、これ普通の感じですよね。けど自分の視点だとこれ決め打ったかって思うぐらい一瞬の出来事ですね。これがまあピークハザードアドバンテージ、はい、なのかなと。まあそういうことで最初の初心者のうちっていうのはロックとか角待ちっていうのが強いイメージあると思うんですけど、そんなことは一切なくて、自分から仕掛けていくことが有利な打ち合いにつながったりする、つながることもあるんで、それをね、この動画で理解していただければ、嬉しいなと思います。なので、これからはまあ、ちょっと勇気出してね、自分からどんどん仕掛けて、ロックしてる敵でも、ずっとね、定点してる敵でも、もう自分で、それを打ち合いに行って、そのアドバンテージを生かして、打ち勝つと。いうようなその練習とかもまあぜひしてみてほしいなと思います。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この後、適当に動画載せるんで、もしよければそちらもご覧ください。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。